南西フランスより、こんにちは、ユミです。いつも慣れないフランス語とか英語とかで和食のレシピの配信をしてますけれども、今日は日本語企画第1弾、すごく嬉しいです。南西フランスといっても日本の皆様には馴染みが薄いかもしれないので、ちょっと娘の部屋から学校の下敷きを借りてきてみました。じゃじゃん。南西フランスというのは、だいたいこの辺りの地域ですね。ちなみに、ここが地中海、こっちがスペイン、こっちが大西洋ですね。そして、ここに南西フランスの一番大きな都市、トゥールーズ。フランスでは4番目なんですけれども、そしてワインで有名なボルドーがこの辺りにあります。トゥールーズ近郊に住んでる私には、パリに行くよりもスペインの方がずっと近い、そんな土地柄です。ちなみにこれを裏返すと、こう全部その県名を暗記しないとはいけないような内容になってて、こんなの絶対できない。多分私は5つぐらいしか言えないと思います。さて、今日のお題はこの南西フランスにおける12年間の私の生活の中で一番思い出に残っている果物ということなんですけれども、さて、それは次のうちのどれでしょうか。1、イチジク。2、サクランボ。3、ブドウ。さあ、考えてみてください。じゃあ正解いきますよ。正解は2番目のさくらんぼです。 I love cherries. J'aime les cerises. さくらんぼ好き。このビデオでは第1幕で、なんでさくらんぼがそんなに思い出深い果物になったのかということ、第2幕ではさくらんぼの聖地と呼ばれる、セレという町にちょうど先週末に行ってきましたので、そこのマーケットの様子をお伝えしたいと思います。そして第3幕で、フランスの家庭のお菓子であるさくらんぼのクラフティのレシピをご覧いただきたいと思います。それでは始めましょう。何何、すごい高いところに子供いるんだけど。何を隠そう、さくらんぼを取るためにどんどんと上に登ってしまった我が子です。でもさくらんぼの枝は折れやすいので気をつけないといけないそうです。周りのフランス人に注意されてから高さ制限をつけました。そう、こんな風にこの南西フランスではお庭にさくらんぼの木がある家が多いのです。日本の桜と同じように4月の初めに白い花が咲きます。そしてその後に実をつけ始めて、5月の下旬頃にはこんな可愛い実をいっぱいにつけます。高いところは鳥さんにあげる。そう言ったら末娘がこんな絵を描いてくれました。猫もさくらんぼ食べるのかな。我が家の犬は完全に食べてましたね。証拠が出てきましたから。シーズンの間は毎日食べているのに、子供たちは食べ飽きないらしく、歩道を歩いていて頭の上にさくらんぼを見つけると、食べていいの？とねだってきます。フランス人に聞いてみたら、行動の上に出ている実はみんなのものって答えが返ってきました。こんな風に我が家にとっては思い出の結晶のようなさくらんぼなんですけど、さくらんぼの聖地と呼ばれるセレという町があるそうです。そこの初物は大統領官邸御用達だそうです。今年の初物が出たと聞いて、ちょうどコロナの移動制限も解除になったことだし、5月の商店祭の連休に行ってきました。これはピレネー山脈の立体地図です。セレは
ピレネーの東の端、なだらかに地中海に向かって下ってゆく傾斜地にある町です。私の住んでいるトゥールーズからは車で2時間半ぐらいで行けます。では行ってきます。セレの土曜日の朝一にやってきました。お供は盲導犬候補生のピクセル君です。この週末だけ私が預かってます。うわー、立派なアーティチョーク。おばさんたくさん飼ってる。どう調理するのかな。このニンニクとかエシャロット、でかっ。迫力満点。こういうギター聴くとスペインに近いって雰囲気ですよね。看板が面白い。ワンちゃんはとってもいい子にしてます。古い街並み全体がマルシェの会場になっているようですね。私みたいな犬連れも多いし、自転車も OK です。街の中に背の高いプラタナスの木がニョキニョキ。このカフェはまだコロナのせいで開いていません。6ヶ月間の休業の解除まであと数日。このプラタナスの木陰でコーヒー飲みたい。違う、大事な目的を忘れるところだった。サクランボはどこにあるんだろう。あ、サクランボののろし発見。さて、で実物は、この蜂蜜美味しそう。うわ、このお菓子も。おっとっと、違う。さくらんぼ、さくらんぼ。あ、ようやく見つけました。オーガニックの生産者さんですね。500g で5ユーロだって。安い。日本は 500g で、どうだろう、30ユーロとか、簡単にしちゃうんじゃないかな。売り場にいたお兄ちゃんにちょっとインタビューしてみます。C'est la deuxième samedi de la saison. D'accord. La semaine prochaine c'est la fête de la Suisse. Ah, prochaine semaine. Il va y avoir un marché avec beaucoup de cerises et de producteurs. Ok. Et le premier est déjà parti au Élysée. Ah oui. Ah déjà. D'accord.そうなんだ。来週の土曜日はさくらんぼのお祭りなんだって。いいなあ。とにかく町がさくらんぼであふれることになるらしい。こんな古い絵はがきを見つけました。昔からやってるんだね。絵はがき見てる間にトゥールーズに到着。ビデオって便利。さて、セレで購入したさくらんぼで、近所のおばさんから教えてもらったさくらんぼのクラフティーを作ってみようと思います。まずは材料から。直径25センチの型用。これをいっぱいにするには、600グラムから700グラムのさくらんぼが必要。次に、卵3個とお砂糖60グラム。これはフランスにしてはお砂糖控えめ。そして生クリーム 200ml と牛乳 100ml。 これはどこまで濃厚さを求めるかで比率を変えることも可能だし、豆乳やアーモンドなどの
植物性クリームで代替しても美味しい。最後に小麦粉 30g とアーモンドパウダー 30g、 それとバニラエッセンスがあればいいね。まずオーブンを180度に温めよう。そしてさくらんぼの種を抜く。実は種を抜かないでそのまま作るレシピもある。果汁が出ていかないようにするためだ。私は一口食べるごとに種を出すのはめんどくさく感じるから最初に抜いてしまうけど。次に卵と砂糖をよく混ぜる。そこにクリームと牛乳を加える。バニラエッセンスも加えて、そこに小麦粉とアーモンドパウダーを投入。よく混ざったら、さくらんぼを敷き詰めた型に生地を流そう。そして180度に温めたオーブンで30分ほど焼いてみて、こんがり焼き色がついたら出来上がり。出来たてをそのままフーフー言って食べるのもあり、冷やしてから食べるのも美味しい。とにかく素朴な味わい、さくらんぼだけでなくプラムとかとても美味しいし、幅広くいろいろな果物でできるクラフティー恐るべし。ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。フランスのさくらんぼの物語はいかがでしたか？これからも英語とフランス語での和食レシピの発信に加えて、時々こんな形でフランスの旬の情報をお伝えできたらいいなと思っています。よろしければどうぞチャンネル登録よろしくお願いします。では次のビデオでまたお会いしましょう。さようなら。 Au revoir.